公共曲第1番は、別宮貞夫が1961年に作曲した公共曲。演奏時間は約34分。1961年に日本フィルハーモニー公共楽団が主催する日フィルシリーズ第7作として作曲され、1962年1月18日に渡辺明夫が指揮した日本フィルハーモニー公共楽団の定期演奏会で、 初演された後作曲者の妻に捧げられた。当初は、各学章に人間の精神や別宮の母校の教育方針を反映した副題が付けられていたが、それらが付けられたままであると副題の世界観に囚われる恐れがあると考えたため、出版時に削除された。なお、第二学章と第四学章の主題は先に、作曲していた記録映画、南極大陸の音楽に基づいている。 ピアノ、ハープ、チェレスタを含む三冠編成による、そなた形式。初演時の副題は、憧れ。ホルンと低音階かつ、フリゲア音階的なマーラー風の第一主題を、提示する。その後、フルートによる、神秘的な旋律を経て現に、日本民謡的な第二主題が現れる。しばらくするとメシアンのトゥーランガリラ交響曲に、類似した。 半音階的な旋律が奏され、やがて展開部に至る。展開部は第一主題を中心としており、ホルンによる第一主題の再現やしたり、メシアン風の旋律の再現等が行われる。コーダは第一主題を奏した後に長調で終始する。初演時の副題は、戦い。バブカからなる女装とコーダを含む。 ロンド形式的なスケルツォで、八代ロ・アの公共曲とストラビンスキーの春の祭典を下敷きにしている。まずビオラの旋律を伴い、バスクラリネットが6音階を奏する。その後助走動機をもとにした半音階的な旋律が現れる。初演時の副題は、嘆き。構成はアブキャブキャブか。ビオラとチェロが弦4度の主題を提示した後、 不協和音的な音階が加わり、第一ヴァイオリンによる発展を経て、ファゴットによる B 主題が現れ、その後フルートに5音階の民謡的な C 主題が現れる。これらの主題はいずれも2回以上変装されながら再現される。コーダは A 主題に基づいており、変補単調で曲を閉じる。そなた形式、初演時の副題は、そしてまた、作曲者によれば、 行動的な日常生活を描いたという。バイオリンがルーセルを思わせる行進曲風の第一主題を提示し、その後木カンとトランペットが重要な旋律を奏でる。第二主題は、路長と a 英蝶英を書くとする哀愁的なものである。展開部は第一主題及びスケルツォ主題に基づいており、これの終了と同時に圧縮された再現部に移行する。再現部では、 スケルゾ、第二主題が、順にそうされた後、コーダに移行して第一主題を再現し、テンポを早めた後一旦終始する。やがて第一主題が回帰し、生のドラマが現れた後曲を閉じる。ありがとうございます。